ダンクリ。今日も七四さんと平日練習来ております。なんかねこう明日雨降るんかな、だからちょっと今日のうちにね、来ました。当日決まるっていうパターンですねで今日もね素敵なゲストライダーたちと一緒に走ってるんですけども、ちょっとねいろんな関係で顔出し NG っていう方が2人おられるので、もし入ったとしてもモザイクかけながら行きたいなと思います。 OK な人だけ今日は映していきたいなと思います。初めての方と楽しくライドしていきたいなと思います。ぜひ最後までお楽しみに。それがね結構うまいんですよ。ここ初めてだっていう方もいらっしゃるんですけども、もうあっさりと飛んでました。めちゃくちゃうまいですね。知る人ぞ知る人なんじゃないですかね。後ろ姿やったら大丈夫かな。後ろ姿やったら大丈夫ってことしておきましょうか。隠れといてもらって。ちょっと偽装しておきます。1,2,3,4,5 5人入ってこられました。今日も平日なのにみんなお仕事してるのかな。俺もやけど。コーナーが専門やん、あなた。そんなんお母さんやと思いますよ。でも聞いたけどでもこの前さ僕言ったこと無意識にめっちゃできてるよ。そこめっちゃ早なってるもん。うん、めっちゃ早なってる。そこまでめっちゃ早い。あ、前七四さんと一緒走ったんですね。土曜日お会いしたんです。あ、そうなんですね。なるほど。なんで七四さんですか。1974年生まれなのと、モトクロスっていう、オートバイのレースで一番最初にもらったゼッケンが74なのと、なんか僕の人生に満足する数字が74めっちゃ多いんですよ。はい、カードって渡されたら74番やな。そう、それ目の当たりにしたよな。カキ食べた時にテーブル番号74番だよ。カキ食べた時にテーブル番号74番だよ。ねえ、だって吸収と膝伸ばすんですよ。うん、そうですね。ていうかもう最初からちょっとね、膝曲げとったら落ちやすいんで。入り口で曲げたんですか。いやもう、ほんまはダメなんですけど、ずっと曲げてるんですよ。ずっと撮ってんの。一応全部撮ってます。全体ですね。はい。だいたいコーナーの最初か最後の方なんですけど、そこでちょっとだけ押し返してあげるんですよ。こう曲げてたの。じゃあ自転車がいい具合に前ギュって伸びてくれるから。はい。じゃあコーナーですね。はい、お願いします。今日も嘘を教えてやったぜ。乗ります乗ります。乗りますよ。乗りましょう。はい、ちょっとでも飛べるように。そんなんしても飛んでんのに。いけるやろか。いけるやろか、このドロップ、このドロップ。うん、おお。すごい。行ってしまうんですね。行っちゃいますね、ささっとね。どう。いや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 、どうぞどうぞ。こんな行かない。聞いてない。聞いてない。
すげえマジ行った行ったイエーイおめでとうございます。すげえすげえ行くと思ってなかったけどそっちでよかった。めっちゃ綺麗に飛んでった。うん、行った行った行った行きました行きました素晴らしい。ほんまやな。もう一回やってもう一回やって。行きますよ。はいはい。届きました。いやあちょっと私が遅かったかもしれん。いや赤くなった、ね、赤く秒数が出たらこれはもう撮影中ということなんですね。うーん、はい。お色いしますよ。いや全然後ろからやったら全然ちょっといろんな人からそうですか。わかる。JJ さんね。JJ さんね。まあ、もういい人ぶっとかとね。働いてます僕。手伝ってくれてる。ナイス、いいの取れました。もう一回やりません。もう一回やりましょうか。もう一回やりましょうか。いや悪くなかったですけどね。今のなんか2個目の時リフがすっごい前に目に入ってしまった。オッケー、いつも必要。取れました。コーナーもキレキレでしたね。さすがジャキジャキやってましたね。もう動画のこと分かってはるな思って。今日お初です。新社会人で自転車業界を背負っていくということなんで、はい、記念になんか一言どうぞ。記念ですか、はい、売上日本一目指します、はい、おおすげえ。売上日本一目指す、はい、関西ですか。いや
東海です。ああ、そうなんだ、そうなんだ。オッケーオッケー。あ、今日エロはるばる、よくぞ来てくださいました。今日だけ？今日だけですね。あら、また機会があったら、また機会があったら、ぜひね。このリムって MK4。 あ、はい。どうですかこれ、なんかこのリムもちょっと検討したりするんですけどね。すごい、あの MK3 よりは剛性もある。あ、やっぱりサムネイルになる。ありえますよ、十分に十分にあります。これがサムネイルになるぞ。見てんの？ケンダさんの、はい、ケンダさんの YouTube しか見てない。いやいやいやか、アンチでしょ。アンチ側ですか。いや、アンチ大歓迎ですよ。それだから鍛えられるんですよね。はい、ということで皆さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。いや、ロコさんびっくりしましたね。フライングパパのですね、新コースの1個目の台形、行きたいピョーン飛んでもびっくりしました。ナイスでした。あといろんな方とね、今日もご一緒できて最高に楽しかったですね。女性ライダーも待ってるよ。そうなんで、月が思って人間として最悪だな、おじさんばっかり。いや、今女性ライダーっていう言葉がもうダメなんですよね、多分ね。そういう表現がダメだと思いますけど、あの男女問わず楽しんでライドをしていきたいので、あの気兼ねなく、あの一緒にライドをしていきましょう。よろしければ、あのこの YouTube のね、概要のとこに E メールもあるので、なんか一緒走りたいですという方はメールいただければ挑戦しますので、よろしくお願いします。不幸の E メールじゃない。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。